さっきシャブも経由使わないとどんないいものかわからんって言ってたじゃん、はいはい、そういうものだと思いました。違うんですね。らしい、おっしゃる。俺はそんな誘導そうと知らないですよ。そうですよ、すいません。だすごいらしいっすよね、本当にね。そんなってさっきの子じゃないですけど、毎日毎日やってたらもう、そうそうそう、正直ちょっともう戻れないですよね。戻れるわけがないですよね。そういう人たちってどうなってくるんですかね。死にます。死にます。死にます。あ、自殺します。まあ、一番前は自殺です。自殺なんですね、はい、それどういう流れで。まずそもそも薬って、はい、ある種無理やりそのなんていうの、興奮するとか快楽ってものをバッと出すわけですよ。これも薬の力でね、体の中にある物質なんですけども、それを強引に出せば当然なくなりますよね。そうすると薬が消えるときのこうダウンってどういうことかっていうと、それが消えた状態なんです。でこれが一気にうつ病みたいになるわけです。うつ病と同じような、それがなくなるわけですよ、バンと。でうつ病っていうのは、うつ病の中もそれがひどくなってくると、いわゆる起死燃料っていうのって死にたいっていうものが出てくるんですね。で気がついた時には結局もうお金もないし友達もない状態の中でやって、ボンって下がったらどうなるかですよね。そうするとある程度やり続けて廃人になって、そのダウンした時に、そのどん底で自分の現状を見て死ねるし亡くなっていくっていうのもものすごく多いです。はい、あとまあ事故ですね。あ、結構ね、はい、やっぱりこう判断が鈍ってる。そう、判断が鈍ってたり、あともうバカみたいな橋が飛び降りちゃったとか、そう、海とかそういうのもありますし、お金も大変だよなってくるんですよ。だから男の夫婦はそうなりにくいんですよね。あ、そうですね。女の人は結局、いわゆるセックス、そもそもセックスなので、うん、セックスをさせれば無料で手に入るから、しかも若い若い子に手に入るんですよ。なるほど。だから結局若い若いうちから女の子の方がやり始めるし、量も半端なくやっちゃいますよね。そうするとどうなるかっていうと、そのバッドエンドの日が一気に近くなっていますよね。で男の子はやっぱり金を稼がない、それは続けられないので、そうするとやっぱり男の方がやり始める時期もやる、あれもどうしてもやった。あと犯罪で稼ぐからそっちで捕まるっていうのもあるし。なるほど、そうでしたね。ただ女の子の方が捕まらないでどん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 やって恥になっていく。だから少年院とか女子少年行くともうほとんどが、そう、うん、そうなんですよ。はい、あれも悲惨だなと思うのが、こう子供はやっぱり当然否認なんかしないじゃないですか。わけないですよ、ね、わけがないですよね。家族計画とか計画って何、計画があったらそもそもシャブやらないですからね。保護されるケースもあるんでしょうけど、うん、されずにずっとその家に居続ける子もいますよね。たくさんいますよね。たくさんいます、はい、ますます、もちろん。だから保護されるというのは結局その親が逮捕されて預け場所がなくなって保護されるか、あるいは親が虐待やってることがバレて保護されるか、の基本的に今度2者択一なんですね。だって一つしかないんですよ。だけど例えばまあ暴力振るって捕まるってことほとんどないです。なんでかって隠すところじゃないですか。暴力を隠すのがヤクザの仕事なので、だそこで捕まるようなことはしないし、行政も学校もヤクザの家庭に入り込みたくないから、うん、全部それ無視します、ね、そういう意味で言うとやっぱりなかなかその保護に児童福祉の方の網に引っかからない。だからつまり児童福祉のかけているセーフティーネットの網がやっぱりヤクザの家庭に合わないんですよね。それとまた違うんですよね。それがやっぱり限界だと思うんですね。そう思うと減ってはいると思うんですよ、ヤクザの家庭っていうのは、うん、とは言ってもあるはあるじゃないですか、うん、多分完全になくなるっていうことはもう難しいですよね、うん、ってなるとどうしたらいいんですか。どうしたらいいんですか、どうしたらいいんでしょうね、こういうのって。それは国連の事務総長に聞いてるね、またそういう大きい話になっちゃいますよね。本当にでもそのヤクザと覚醒剤ってものすごく密接につながっているので、それを考えたときにやはりその覚醒剤みたいなものの取り締まりというのをもっともっとやっぱりきつくしなきゃダメですよね。だって変な話、さっき言ったようにそのお父さんお母さんが刑務所に入ってられたら、その子供たちっていうのはある種安全地帯に保護されるわけじゃないですか。だったらじゃあなんで 1,2 年出すんだよって話ですよ。その人たち、その人間を正直話し、15年放り込んでいてくれれば、その子どもたちというのはその期間安全に成長できるわけですよね。でやはりそのなんていうか、その特に薬物の人やってる人の参犯率ものすごく高いですけども、やっぱりその子たち、その大人、やった人間大人の構成を考える以前に、そこの中で育っている子どもたちをどう守るかっていうことをさ、そっちの方をやっぱり優先して考えていかないと、
だからまあ最低でもやっぱり出すんだったらもう二度と関わらせないぐらいにさせるとかね、うん、薬物やってる親、やってる親とかが、いやそれやっぱりあると思いますよ、それは、うん、だからもちろんそんなことやったら親子関係は人権がとか、あと子供は親は親なので会いたいって思うだろうし、でもじゃあそれを許した時にじゃあどうなるかっていうこの本にもさいろいろ出てくるわけじゃないですか。でやっぱりそこら辺やっぱり誰を守らなきゃいけないかっていうと、やっぱりその家庭の中で一番の犠牲者をきちんと早い段階から守るということはやっぱり必要になってくるのかなと思いますけどね。現状そういう措置ができてないっていうのは、な行政ですとか社会的には正直見放しちゃってるんですかね。まあそうですね、社会はやっぱり怖いし差別して叱るべきものだから、そこに介入しなくないですよね。やっぱり根底はそこなんですよね、うん、で唯一介入するのはいわゆる丸棒ですよねでも丸棒はヤクザ、悪いことをやったヤクザを捕まえるのが仕事なので子供の保護じゃないんですよ、うん、そうすると子供の保護っていうのは全部二の次にされていくんですね、うん、あるとある期間で最優先されないんですよ、うん、でもやっぱりその本当にこの本に書いてあるように、ヤクザの家庭ってめちゃくちゃやっぱり子供多いんですよ ね、 いいですね。もう社会やってもバカみたいにボンボンボン作ってくるので、うんうん、本当に7年8年みたいな、しかもシャバで言う期間がさ7年8年しかないのに7年8年産むでどういうことみたいな、ね、すごいスピード感だと思った。出てきてすぐ妊娠して捕まった瞬間に刑務所で産んでみたいなさ、うん、本当にね。でもこういうところからね、うん、なんかいきなり夜回りする人間が出てきたりなんなりって、また、うん、あるいはこういうこう経験をした人たちが更生施設で、ね、自分で更生保護施設を作るとか、うん、そういうことをやり始めたりするケースっていうのも、うん、そういう人たちが、うん、なんていうのかな、うん、普通の正義感だけでやってる人以上のことができるとか、そういうのがやっぱりあるわけですよね、うん、本当に日本で有名な更生保護施設の代表さんってまさにそうですよね、はい、そうです、そうです、そういうようないわゆるもう暴走族役座までやって自分がシャブまでやって、だけどやっぱりその体験を生かすっていう時に自分がその体験を生かせるのってやっぱ更生保護の現場しかないわけですよ。で結局お金の分なくても友達同士でその昔の仲間同士でそれやって、やっぱりそれで日本有数の本当にそういう更生保護施設に育てていくわけなんですけども、うん、そういうでも可能性も実はあるんですよね、配慮しなければね、うん、だからやっぱりそのもちろん暴力をする人は暴力団をダメっていうのは当たり前なんだけれども、うん、じゃあでもそこに来てた人たちは社会の中にいるわけだから、そういった人たちをどういうふうにやっぱり社会でよりよく還元できるかというのは、まあ今後これからの一つ大きなテーマだろうなと思いますけどね。読んだ方に現状を知ってほしいというのもあると思いますが、何かこういうことを伝えたいとか何かあったりするんですかね。多分読んで超モヤ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 すると思うんですね。ぐちゃぐちゃになってモヤモヤになって、うん、でもそのモヤモヤを与えるっていうのは多分本の仕事だと思うんですよね。うん、でそこに対して答えがあるわけないから、解決策ってないわけですよ。でもそのモヤモヤを抱くからこそ、そのそなりに、ね、考えてどうしていこうとか、自分はどうしたいのか、自分はこの問題どう捉えるのかって、そのなりに考えるわけじゃないですか。やっぱり本っていうのは結論出すものではなくて、そういうモヤモヤを与えて、世の中にね、でそこでいろんな人たちがそのモヤモヤを抱えながら、それぞれのアプローチで物を見たり考えたり動いたりっていうことをきっかけにするものだと僕は思っているので、だからもうどうしてもらいたいってことではなくて、とにかくモヤモヤしてくださいという感じですね、はい、ちょっといいことは絶賛発売中ですっていう感じじゃないですね。そうですね。何を絶賛してんだ。何が絶賛したの、ね、絶叫絶句発売中、はい、ということで、石井さん、はい、今日はね、いろいろありがとうございました、はいはい、ありがとうございました、勉強になりました、はい、よろしくお願いいたします、はい、ありがとうございます。